はい、皆さんこんにちは。パンダスタジオの中村です。今回はですね、JVC のリモートカメラ KYPZ100 の使い方で、こちら複数のカメラをコントロールしてみようですね、IP アドレスを使って複数のカメラを設定する方法についてご紹介したいと思います。はい、まずですね、今回こんな感じです。以下のように、この左にある図のようにですね、コントローラーを1台、それからカメラを2台、そしてカメラをコントロールするため IP アドレスの設定をするために IP アドレスパソコン Windows のパソコンをですね設定します。用意をして2台のカメラを動かしてみようと、そんなことをご紹介いたします。まずですね、 IP アドレスの設定用のパソコンに JVC IP 設定ツールをダウンロード&インストールします。JVC の IP 設定ツールは、この画面にあるようにですね、Google の画面で検索でですね、JVC IP 設定ツールというふうに検索していただきますと、この一番上に出てきますので、これをダウンロードしてインストールします。でインストールして立ち上げるとこのような画面が出てきます。まずですね、立ち上げてもこうまっさらな感じで何も出てこないです。でですね、ここに検索というボタンがあるんですけども、この検索ボタンをポチッとするとこんな形でですね、今そのネットワークで探し当てられたJVC のコントローラーとカメラが出てきます。で、今回ですね、ネットワーク的には192.168.0 のネットワークでやりたいと思います。なので、コントローラーとこの一番上、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここは設定が合っている。この2番目の部分ね、設定を直してあげないといけないということで、ここをポチッとクリックします。そうしますと、ちょっと僕が邪魔ので消えますね。いいか、ここね。ここの部分に、その選ばれたカメラの設定が出てきますので、IP アドレスを正しく入力します、ね、今これ入力した例なんですけども、さっき100の何とかっていう形になってて、同じネットワークにいなかったので0の4という形で設定をしました。で、サブネットマスクは255255255の0ですね、こんな形で正しいネットワークになるように設定を入れてあげます。でそうしますと、それぞれのカメラですね、正しいネットワーク、パソコンから操作できるネットワークになっていましたら、ブラウザーでですね、IP アドレスを入れてあげますと、ここ例えばこの3になっているカメラ192.168.0の3というふうに入れれば、ID とパスワードを聞く画面の後、こんなようなそのカメラのコントロール画面が出てきますし、4の方ね、さっき設定したカメラ、これも正しく設定されていればこのように出てきます。こういうふうにそれぞれのカメラに対してパソコンからブラウザーでアクセスできるようになれば IP アドレスの設定が完了したということです。はい、ここまでできましたら、このカメラね、カメラは正しくネットワークに参加できた、カメラと、コントローラーが正しくネットワークで参加できたということなので、一旦ここで終了します。次にですね、リモートコントローラーからカメラを触る方法を見ていきたいと思います。